土井さん、一緒に寝てもいいですか？本当は誰かと一緒じゃないと眠れないんです。そういうことなら、私本当は高校出たら結婚する予定だったんです。父の事業のために20歳も上の人と。でもその人も父も5年前に MK ウイルスで亡くなりました。私悪い女なんです。ウイルスが蔓延してよかったって思ってる。一条さんは悪い女なんかじゃないよ。世界がこうなってよかったって思ってるのは僕も同じだ。嬉しい。服脱がせてください。もうどうにでもなれ。